とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は古代狩り、来てます。マルチプレイです。今のところ3人だね。で、どうも皆さん、今回、近接で行きたいみたいなのよ。なので、俺も合わせて、近接でやっていきたいと思います。では、行きましょう。多分こっち側に、うん、ある。あると思うよ。いやね、近接で行くなんてね、そうそうないからね。みんなゴリゴリにやる気があるな。よし、あったよ。下から行くのこっちでいいよね。よーし、来た。ちょっと待って。スライムか。ここ近接相当辛いよ。よし。いいよ。行くよ。行くからね。よし、行くぞ。よし。よっしゃ。よし。あー、でもきつい。ポーションバリアついてもきつい。あー、無理だ。でもいいところまで行ったろ。いいところまで行ったよ。いやいや、もう、最後までこれ行っちゃおうよ。近接で。ポーションバリアつけないとマジで無理だ。本当に衝撃波がむちゃくちゃ痛いからね。よし、みんな今日これやる気あるな。むちゃくちゃやる気あるな。よし、じゃあ次行きましょうよ。で、今回がチェストが17なんだよね。17ってことは結構出る可能性があります。うん、17はね、多分結構ある。最低でも2つはあるんじゃないかな。なんで結構期待してます。ないな。ちょっとここら辺にはなさそうだね。うん、先に行きましょう。いやでもね、まさかスライム装備変えずに行くとは思わんかったね。うん、あいつは本当にね、無理なの。普通に近接で行くなんて、すっごい無謀。でもそれをね、やっていくってことで、だいぶ今日はみんなやる気があるんじゃない。まあ、いつもね、ゴリゴリにやる気ある人ばっかりなんだけど、近接で行こうとか、なかなかない。最近の人たちは。いやでもやっぱ面白いね、近接で行くっていうのは。おお、普通のです。もうやっぱスリルがね、全然違うんでいいっすね。やっぱ今はどうしてもカバンのね、時代なのよ。あれがどうしても強くて、あれじゃないといけないところとかあるんで、近接のね、時代が来てくれればまた面白いんじゃない。うん、近接でも、なんかめちゃくちゃ強いっていうやつね、来れば。多分次のね、アップデートとかで、そこはね、調整してくれると思うんだ。うん。確かね、ホリデーの間にやるって書いてあったんで、うん、その、ハロウィンイベントの間ぐらいで、あるのかな。かそれとも12月。いや、わかんないね。まあ、とにかく、近々アップデート。もう、ものすごいでかいやつが、来るっぽいですね。はい。まあ、とりあえず、こんな感じで、近接で、古代人倒していきましょう。お、来ましたよ。ここ、あ、ここバブルバスター出るとこだ。お願いします。きついんだよね、確か。よっしゃ、ちょっと待て。あ、なるほどね。ダイナモか。で、しかも、バブルバスターが出ました。ありがとう。性能はまだわかんないよ。性能はわかんないけども、後で見てみましょう。いやね、これ装備してるのね、トゲにやられる。トゲ来たらもう速攻だもんね。で、あと3個か、チェストが。っていうことは、ここは古代人かもね。おっしゃ、来た。ナイス。
ありがとう。いけるか。おお、きついよ、ちょっと。あ、やばいやばいやばい。よっしゃ、いけ。ここきついぞ。ちょっと、ポーションバリア使って。よし。崩壊いいか。いいね。よし。ポーションバリアで、なんとか。おお、硬いな。むちゃくちゃ硬いな。よっしゃ、またユニークでさ、ありがとう。いやーね、大満足だね。お、星なき夜。クリティカル、ガードストライク、虚無。ありだね。全然あり。だけども、まあ今持ってるやつで満足してるんでいいでしょう。いやー、本当によかった。本当によかった。バブルバスターも出たしね。古代人出てきてくれて嬉しかったです。近接でいけるもんだね。みんなの力を合わせれば。近接でも全然いける。まあ、これがね、デイリーの3とかになって、敵がむちゃくちゃ強くなると、厳しくなるんだよね。さあ、次なんだ。輝くローブ、微妙。いりませんね。まあ、無謀でいけるっちゃいける。あ、いけるよね、これ。やめとこう。やめときましょう。悪くなさそうなんだよな。でも変更をね、また別のところに、真ん中に来て欲しかったな。いいや。で、ダイヤモンドいらない。ソーブレードも、いらない。全部ノーマル品ですね。いりません。ツルハシ、いらない。達人、スパチャ。いや、いらないね。はい。ということで、今日はね、近接で、古代狩り行ってみました。いや、いけるもんだね。全然いけるもんだ。あ、で、見てみよう。バブルバスター、どうだ？ゾンビ特攻。エンチャントは結構微妙やね。使わないかな、これは。で、公開員、リフレッシュがついて、虚無クリティカル浮遊、まあ、海の中であれば、これは、全然使っていけるやつだと思います。はい。まあ、なかなか今日はね、いい感じでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。